つまり、ズモース初体験しました。楽しかったし、もう値段も気にしてたんですよ。本当に気にしてた。3万5万円するかなとか思ってたんですけど。しかも、ドリンクも自分で買えるんですよ。ちゃんと値段を把握できる、予算内にできる。え、全然いいじゃん。しかも私、こう見えて意外にイングルマザーなんですよ。夜出ないんですよ。離婚してこの2年ぐらいで。だのはバーバーに預けて2回ぐらい、しかも全部仕事なので、これは本当に、さっき子供を寝かしつけました。そして違う部屋に来ました。つければ夜の街に行けるんですね。これは本当に、今回私 YouTube の撮影も兼ねてやったので、カメラ回ってなかったら言いたいこといっぱいです。もうこれはいい。ぜひ動画 YouTube これから編集するので見てください。そしてスモーツのホームページもぜひチェックしてください。